鹿児島県曽於市末吉町の花房対鯉の森キャンプ場でデイキャンプしてみたパート1。今回はバンガローの下見と散策から始めます。セミの声注意です。
座るみたいな。気持ち悪い虫来た、ね、見て、めっちゃ気持ち悪い、なにこれ、めっちゃ気持ち悪い、お、気持ち悪い、ね、変な虫いたよ今、ケージってお前じゃあそうって使う。切れてるって言うのか。なんかこう咲くっていうか。手が怖い。ね、うん、やめよう。あっという間や、こっちが一番早いわ。炭入れんというか、炭火焼きだった。あっつ。確かに。アリが入るやん。もう入ってる。もう入ってるから。あれとそれはさっきの蜂が入ったからね。多分もしかしたらムンムンってその中で。
風向きがこっちに。あっ、めっちゃ熱い。おい。
あそこ商店じゃないの？ここに曲がってきたところ商店じゃなかったっけ？スタンドがあったっけ？え？あ、売店あるんじゃないの？なんかなかったっけ？書いて、うん、レストラン売店って書いてなかった。うん、いるってじゃん。うん、ここに？それじゃない？いいんで？うん、いや、一緒まだ炭に火が回んないから。わあ、ありがとう。そういうこと。何の心地よいね。ね。気持ちいいね。ブブブ言ってたくせに。車よ。皮膚機棒買うかなと思って。いいね、うちわでいいよ。タイピーよ。あっちから危ないから持っていくなっていい。ついてねえからそれ。なってねえだろ。バッチリとこある。
つでさ、ホタテいけるんじゃない？いける。おいって、ホタテ上がってくる。クリーナーの時もお前、ほぼほぼ読むつだって。え？クリーナーの時もそんな感じだった。後ろの方に行くよって、うん、
じゃないですか。Thank you.
いいかもね。もう食べれるね。一回これに入れて、いや、冷凍した方がいいでしょ。冷凍した方が美味しいよ。これでやんけ、お前しかし。